上の棚は共用となっております。
ご紹介したホテルやお店の場所をご説明します。ホテルの場所はこちら、ティーホアジエの近くにあります。最寄り駅は MRT オレンジラインのダーチャオ島駅です。駅までは徒歩7分。駅の周りには食べ物屋さんがたくさんあって、グルメタウンとして有名らしいです。ニンシャーイエスーやヤンルーシーちゃんも徒歩圏内です。スタッフがいる時間が限られているので、夜到着予定の方は事前にホテルと連絡を取ることが必要になりますので、ご注意ください。朝ごはんを食べた麺のお店はこちら、ホテルからすぐのところにあります。営業時間は午前8時から午後3時までです。メニュー表もありますが、お店の優しいお母さんが世話を焼いていろいろ教えてくれました。ホテルに一泊した後、数百メートルしか離れていないシェアハウスに12日間滞在しました。今後の動画でこのエリアの美味しいお店がたくさん登場いたしますので、ご期待ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回も台北での滞在の様子をお送りいたします。よろしければチャンネル登録・高評価お願いいたします。